ちは。こんにちは。さあ、宇多美さん、今日は何の話題を。なくてならぬせ。ほい、あって、いや、あのさ、はい、人ってさ、はい、やっぱなくてならぬせって自分には癖がないとか、はい、いろいろ思ってるでしょ、はい、でもみんな特徴があるんだよな、うんうん、そう思わない。あの、まあ、例えば話をしてても、うん、例えば見えましたねとか、はい、そう感じましたねっていう、うん、なんかフレーズが多いとか、はい、ありますね。自分では気づいてないけれどもってことですよね。でしょ、はい、それは野球にもあって、はい、これまあ、春の高校野球が選抜がね、中止になったけども、はい、アマチュアで起こりうる癖っていうのがたくさんあるわけよ。それはピッチャーですか、バッター。まあバッターは癖っていうよりも、はい、特徴が出るよね。でもピッチャーっていうのは、はい、やっぱ癖が出ると打たれちゃうからさ。じゃあいい癖ではなくて悪い癖。悪い癖。あ、じゃあ直した方がいい癖っていうことですね。そうそう、だから例えばどういうところに出てくるかっていうのが気になる。あるんだよ。はい、ちょっとじゃあ今日実践というか、あ、実践ちょっと動いてみて、はい、どういう癖。俺がいろいろ見てきて、はい、あ、こういう癖っていうのが気になるとか、はい、甲子園で投げてるピッチャーの、はい、一人のバッター見て、はい、いろんな球種を投げたら、うん、だいたい次から分かるという。そんなに分かりやすくない？いや、分かりやすいやつがいるんだよ。あ、そうなんですね。だからそれは気をつけなきゃいけないよって。じゃあいくつか例にとって、いくつか例にとって、はい、ちょっとね、うん、実践でやってみたいと思う、はい、動いてね、やってみましょう。はい、はい、ということで、はい、まあ俺がピッチャーだとするじゃん、はい、ね、よく高校野球のピッチャーってこう振りかぶるよね、うん、振りかぶります。はい、もうちょっとこっちから見て、はい、いいか、はい、違い出すよ。はい、まずはこれがまっすぐ、はい、これが変化球、はい、何が違う？ボールが見えてますよ。ボールが単純にやったよね、今ね、はい、こうやってボールをこう隠してるのと、うんうんうん、こうやってちょっとボールが見えるっていうのがね、はいはい、でもその角度からだから見えるのかわかんないけど、はい、こっちから見たら、正面から、はい、見たらわからないかもわかんないよね。ちょっと正面行きますか、私、うん、だからまあそういう単純な癖がある。あ、でもう一つ、はい、うん、これと、はい、これ、え、それは何が違ったんだ。いいか、もう一回いくよ、もう一回いくよ、はい、こうやってサインが決まるよね、うんうん、これと、はい、これボールの見え方と今顔がニヤッとした握り。違う違う違う、え、違うんですか。そんな単純なもんじゃない。なんでそんなんだ。いい、はい、手首見てて。手首、はい、手首、はい、こう、うんうんうん、あ、手首が開いてる、2球目の方は手首が見える。はい、見えます。これでも球種が分かるピッチャーがいるんだよ。あ、そうなんですか。そうそうそう、今のは言われたらすぐ分かります。分かるでしょ、はい、で、もう一つ、もう一つ振りかぶって、あの時は、はい、うん、この、これと、はい、これ手首は今度変わってないですよ。変わってない。え、もう一回やってください。もう一回やるよ、これと、はい、これ、わかんない、肘違うな、よろけた足が違うよ、なんだ。じゃあもう一回、大きく出すよ、はい、これと、はい、これ、え、肘ですよね。そう、肘。あ、だから最初言った肘。あ、そう、うんうん、この広さによっても球種が分かるピッチャーがいるんです。もろ分かりですよ、それ。もろ分かるでしょ、はい、だから騎士なんかは、はい、こう振りかぶるけど、この帽子を起点に必ず帽子をこうちょっと触るような意識があるじゃない。だからこれはやっぱこう変わらないようにしてる、多分。自分で意識して、意識して相手にバレないように。バレない。あ、で、それこういうところで見えるから、はい、じゃあセットポジションで投げよう。あ、なるほど、はい、セットポジションで投げるピッチャーで、はい、単純に出る癖はいいか、はいはい、これがまっすぐ、うん、これが変化球。ヒント分かんなかった。ヒント、はい、スピードと大きさって言ったら分かると思うけど、うん、これがまっすぐ、はい、
これが変化。こう見た時のこの違う。え、何が違ったんですか。入り方、入り方。入り方。これがまっすぐ。はい。これが変化球。上下ですか、上の。そう。これなぜ起こるかというと、まっすぐの時って大体ピッチャーってまっすぐの握りでこう持ってたりだとか、はい、こういう風にしててもすぐまっすぐって握れるんだよ、ボールってこうやって、はい、でグローブに出ててもこうやって見ながらこうやってまっすぐすぐ握れるようにしてるんだよ、はい、でも変化球が出た時っていうのは握り直さなきゃいけないから、この中でだから大きくなっちゃう。あ、その分握りながらこうやってセットポジションにつくからですか、こういうふうに、うん、で、まっすぐの時はすぐ握れるからこれが小さくなっちゃう。あ、動きが自然と。あ、だからそういうところにアマチュアの人はやっぱ気をつけない。だから今はこうやって構えてて、はい、このまま握る人がいる。変化球の時でもこうやって握るっていう人、分からないように、あ、分からなかったです、今どっちなのかは。でしょ、はい、だからそういうことを気をつけない。あとはこういうピッチャーがいる、はい、大きさは変わらないけどゆっくり入る、うん、ピッチャーと、はい、まあ、変化球の時だけ早く入る、逆に、ね、はい、これはやっぱ心理なんだよ、うん、速いボールを投げるよって言った時は、うん、ゆっくり入るっていう、うんうんうん、で変化球の時は速いと。これは遅いボールを投げるからここで速くしてる。バッターボックスから見ても距離離れててもやっぱり分かるものですか。分かる、比べると。分かるんだ。だからこういうピッチャーみたいな、うん、こうやって、うん、わざと体早く来たら、うん、遅いボールとか逆、あー、ゆっくりやったらゆっくりやったら速いボールとか。だからね、なくてならくせよね、まあ結構あるんだよ。で、足もある。ちょっともう一回あのね、はい、これがまっすぐ、はい、これが変化球。足でいいんですよね。もう一回お願いします。これがまっすぐ、はい、これが変化球。歩幅の広さじゃないですもんね。歩幅の広さ、あ、だからストレート、まっすぐの方がやっぱ勢いをつけたいから、うんうんうん、だからちょっと広くなるとか、はい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 、だからそういうところも気をつけない。あ、そうなんですね。そう、足元までやっぱり癖出るんですね。足元まで出るピッチャーがいた。プロでもアマチュアでもあった。あと顔で出ちゃう人っていうのもいましたもんね。大谷選手投手とかは、あの日本ハム時代に、あの変化球の時だとなんかピロってなっちゃうとか、なんかあった。顔を表情変えるのよ。あとはね、うん、この指出してるピッチャー、ここ、うん、はいはいはい、変化球の時だけ、はい、グッとつくとか、あ、力が入るとか、指が浮くとか、まっすぐの時は、うん、とか、はい、あ、そうなんですね、うん、それとかこうやって、これは内野手用のグラブだからちょっと分かんないけど、ピッチャーの時はま、はい、っすぐの時はこうやって膨らむとか、あ、ここここが、はい、うんうん、あのちょっと変化球の時は閉じるとか、うん、そういう癖がみんな何かあるんですね。あ、いや、だからプロが無駄にカラーのグローブを使ってないでしょ、うんうん、あ、それはだいたい統計取ったブルーのグラブが多い、はい、なぜ。これはなぜかというと、はい、ブルーが一番出にくいんだよ、癖が。こういう膨らみとかが見にくい。そういうことなんですか。こういう色のグラブっていうのは出やすいの、はい、膨らみとかそれを分からせないように青のグローブにしてる人もいると。そうそう、だからピッチャーでもここにサックがついてる人がいるでしょ、指サックって、はい、ここ指入れてここのカバーがついてる人がいるんだよ、はい、これはね、癖防止。あ、動かす見えないように。まっすぐの時はこうやって指がちょっと曲がるとかね、こういう時とか、はい、変化球の時は伸びてるとかさ。なるほど。そういうところにも出るんだよ。例えばそういうのを中学校、高校の時から意識してやれば、例えばプロになった時も出ないでスムーズにいけますもんね。出ないで。だから甲子園のピッチャー見てると、はい、アマチュアのピッチャーとか、まあ、社会人もそうなんだけど、まあ、大体3回まで投げてくれたら、大体見抜くよ。見抜けますか。見抜ける。まあ、ない人もいるけどね。全くね。全くない人もいるけど、はい、やっぱ
ほとんどの人はなくてならくてってどっかに出てる。出てる、うん、じゃあ自分の癖がちょっとね、アマチュアのね、今ピッチャーやってる方たちでちょっと自分癖あるかなっていうのをこうビデオに撮ったり iPhone で撮ったりして研究したり見せないように、まあ今もアマチュア進んでるから野球が、はい、まあ多分やってると思うけど、うん、今挙げたポイントは必須で直さなきゃいけない、はい、あ、もうこれはもう必須のところなんですね。もう必須のところ、うんうん、だからもうそれでやれば、はい、まあいい球投げててもなんで打たれるんだろうっていうのが続けば、はい、自分に癖があると思っていいと思う。なるほど、どっか見つけられてると思っていい、うんうん、やっぱ自分の癖を知るっていうのは大事ですね。大事、はい、あの自分をまず勝負をするんであれば自分己を知るという、うん、己を律するという、はい、まあ、そういうことが一番いいと思います。わかりました、ありがとうございます、はい。